疲れ様です。スペース鉄骨でチュー。はい、始まりました。東軍工勢からです。東軍工勢グレです。名神工業の藤です。よろしくお願いします。今日はですね、また、はい、またセムのところに、はい、お邪魔してます。お邪魔してます。もうセム頼りになってきました。いよいよ鉄骨 YouTube は、はい、今日は、はい、あの体験ということで、はい、あの専務の力、合切断についてちょっと極意っていうか、やり方っていうか、そうですね、ちょっとそれを教わりたいなと。ガスの使い方だったり、まあ、実際カラとグレがどれぐらい難しいかっていうのを体験させていただいて、で皆さんにちょっと感想を言ったりするっていうので今回お邪魔してます。はい、はい、どうですか、なんか使うにあたっていやちょっとやってみましょうか。そうですね、とりあえずまあやってもう慣れるしかないですからね。そうですね、とりあえず物を含めてガスの使い方、専務の方からちょっと説明してもらいましょう。はい、はい、じゃあ行ってみます。レッツゴー。専務、今これは何をやってるんですか。ちょっとアセチレンが入ってないんで。アセチレンの交換ですね。はい、コロコロ転がすのうまいですね、やっぱり。これ、昔は担げたりしたんですか。担ぎはしますよ。おお。ぶつかるよ。回せるっすね。あ、でもこれ、石鹸水とか。これは何ですか。これはアセチレンのゲージになります。ゲージ調整器です。はめてくるくる回して、これで繋がったってことですかね。はい、漏れを確認します。これでアセチレンを出します。これがどのぐらい入ってるかの量になります。で石鹸水をつけて、はい、漏れないです。でこれが圧力を合わせ、だいたい 0.5 ぐらいです。はい、これで、はい、行きました。今度こっちは、これは酸素ゲージになります。こっちが酸素ですね。青が酸素ですね。はい、でこれもバルブを開けて、漏れてないかを確認します。漏れてないですね。でこれも同じく量ですね。で圧力もこれも大体 0.5。 左側が 0.5 です、はい、左が圧力、右が入ってる量ですね。そうですね、はい、はい、基本的に3つバルブがありまして、1、2、3、はい、でこれでアセチレンガスを出します、はい、これで酸素で調整します、はい、そうすると鉄が溶けるぐらいの炎になる、なるんで、あとこれで高圧酸素で飛ばします。基本こういう感じなんですけど、まあ、つけて説明します。はい、アセチレン出します、火つけます、2番目このバルブを調整して、こうやって中性塩を出し作ります。そしてこれで鉄を赤くして、最後この3番目のバルブで飛ばします。そういう感じですね。じゃあやってみましょう。了解です。やってみましょう。レッツゴー。まず1番、2番、3番、まず汗出します。はい、もともとうまいだったっすね。どうですか、これ人生初ガスなんですけど。あ、そうだ、ここにエッジがあるっす。エッジがあるからそこを強めにしないと、はい、でも
い、すごくね。え、できるもんなの。どうすか、この切断精度。うまくね。くえ、なんか音弱くない？弱いよね。なかなかうまいんじゃないか。よし。カラさんのが全然綺麗。切れてないんだ。うん、こういう感じなんです。あらららら、ら叩いて取れるかどうか。取れません。取れます？どうでした？めちゃくちゃむずいね。むずい。でも難しいよね。めちゃくちゃうまいよ。うまかったよ、なんかね。多分ね。見てるから。練習してる。いや、してないしてない。ガチでしてない。平日来て練習してる。してないわ。おーい。めちゃくちゃまっすぐ切れてるよ。マジで。ね。こうして、これ。お、お。めっちゃうまいっす。まあまあ、いや、うまい。めっちゃうまい。斜めに見たときに、はい、樋口がやっぱこう斜めに入ってるんです。入ってましたね。これ、あ、ほんとだ。角度がね。で、今度は文字を書くなら右、左から右に行くだけじゃなくて右から左にも行くじゃないですか。わかりますか。あ、はい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 。右から左の、あー、奥深い。そういうことか。それもその他にも斜めでも上にも上がったりしないといけないですよ。真ん中めちゃくちゃ赤い。でやっぱりグレーさんはこういう風にこう切ってるんですよ。極端に言うとこういう風な切り方してるんですよ。もっとこう切断鏡を立ててするとそう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 、寝せないといけない。ちょっとカラとグレどっちがうまいかやりたいと思います。まあ自分はカタカナでカーラって書けます。そうですね。グレはグレって書くんで、ちょっとどっちがうまいかコメント欄でコメントしてみてください。よろしくお願いします。抜けてないんすよこれ。切れてなかったもん。あ、全然切れてない。なんですよ。どうすか。いや、すごいです。
このクオリティです。殻抜けてないっていうね。グレ抜けたじゃん。できたね。すごい。汚いけど。汚いけど。いや、フレーが2人とも少なくてびっくりです。マジっすか。よくあにね、形バランス取れると思う。本当に。点々は溶かして抜いてたっすもんね。点々はそうっす。もう溶かして熱でもう穴を開けてましたね。抜けてねグレフ。ちょっとずるいなこの字が。字のハンデがあったなこれ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや勝負は完敗ですね。でしょ。負けました。でしょ。すいませんでした。でもこれでも、はい、下手くそよ。いやもう負けただよね。そういかに専務が、はい、 うまいか、はい、もう身をもって体感しましたね。あどうですか。いやこういう人たちが鉄骨の制作にうるさいですよね。何も言えないです。やってみてやっぱ楽しい。楽しいっすね、うん、やっぱ赤くなって鉄が溶けて切れていく感覚、うん、そうっすね。初めてですよ、うん、だから結構こうに物作ったりやっぱり体を動かしたりするのが好きな人は、うん、結構こういうね仕事をやるのもいいんじゃないかな。ね、夢中になるもんね、うん、そう、うん、自分らなんか結構ね体を動かすスポーツとか好きだから、はい、こういうの実際やってみてめちゃくちゃ楽しかった。楽しかった。まあ今日日曜日なんですけど、まあいい大人が日曜日に、まあ、鉄いじってまあ遊んで、そうっすね、はい、まあすごい充実した日曜日に。いや勉強になりました。なりました。まあありがとうございます。日曜の朝から有意義な時間をありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ということでね、この動画がいいねと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。東軍鋼材からと東軍鋼材グレート栄新工業富士です。ありがとうございました。コンコンしてラジェットどこ。